こんにちは、ハイジです。というわけで今日は池袋にあります天下取ります唐揚げ酒場さんにお邪魔しておりまして、こちらにはなんと唐揚げの食べ放題コースがあるんですね。90分1480円でラストオーダーが30分前のコースなのでございますが、だからラストオーダーまでの1時間で食べ続けて何個いけるのかっていうチャレンジをしてみたいと思います。ちょっと見切れてる坂本ちゃんです。はい、皆さん、はい、お久しぶり。お久しぶりです。またお待たせ。みんな待ってたから、そんなに待っててくれてると思いますよ、本当に。確かになぜか、やったの俺より先にひげ投げちゃってるからさ。違うやつなんですね。いや、今日は本当にお腹空いて、もう美味しい唐揚げ食べれるんだ、はい、はい、なぜか坂本ちゃんと食べようと思ってたら、はい、ついてきちゃった後輩たちがいまして、はい、これ何でしょうね、この、はい、はい、まあ、バーッと見て気づいたと思うんですけど、はい、ついてきちゃったのは一人だけ後輩だと先輩になっちゃう。そうなの。チャドマレン T 加藤です。チャドマレンの T 加藤さんですね。シンジさんでございまして、生一丁もキュートン、キュートンにも毎回出てくれてますね。だよね。実は僕が前在籍しましたキュートンのメンバーなんですよね。36種類の唐揚げがありまして、これをだから片っ端からこう食べていってどこまでいけるかっていうチャレンジも込みでやっていきましょう。1人前6個、はい、1人が2個食ったら1皿いける。じゃあもう何個か行く、最初だけ。だから5人前はいけるでしょ、はい、まあ、最初5人前いきます、いきますよ。1、2、3、4で生がハバネロ。いや、ちょっと待ってくださいよ。ハバネロよろしく。ハバネロ、はい、はい、あ、審査ちょっと黙ってこれ。先輩でしょ。あ、先輩です。多分ボケようとしてましたよ。おお、はい、はい、はい、サイズ感いいですね、これ。いいですね。食べ放題でバクバクいきたいやつだ。これが多分天下取り、天取り唐揚げです。これ多分天取り唐揚げですよね。これでカレーマヨ、すごいカレーの香りするね、すごい、で明太マヨ、うわー、うまそう、スイートチリだ、はい、もう食べていきましょう。時間がね、あともうこれですから、50分。いただきます。まずはみんな普通のから行くよね、それね。カレー入ってる人がいる。カレースタートなの。そん、うまっ、うまっ、え、もううまい、うん、もううまい、もううまい、カリッカリな、なんかジューシーっす。一番いいパターンや、それ、うん、ね、うまっ、ね、柔らかいんだ、うん、すごい黙ってる、これ美味しい。あー、やー、お肉いてよ、ほんとだ、美味しい、めっちゃ美味しい。確かにご飯進む味だよね。カレーうまっ、カレーうまっ、うん、カレーうまい。確かにマヨネーズもかかってるもんね。カレーうまい、マジカレー美味しいですね。まあ、もうどん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 2枚目でございます。積んでいこう、積んでいこう。マヨ、マヨ、わ、これほら、あ、もう詰めますよ。時間なんかまだまだ、まだまだ、はい、まだ、すいません、まだ、いけるな、いける、いけますね、うん、まだ払ってことも全然いけます。ビール来たりする、全然さっき来てない。1個ずつぐらい、1人、みんな1個ずつ、物も物も物も仲間割れやめません。みんな人なら1個ずつぐらい食べて、でも、死んでるだけですから。それあれですよ、結構残っちゃって停滞した時にやるんですよ。序盤でそんなくだり早くないですか。1つ皿残ってるのに、これマヨポン、マヨポン、マヨポン、あ、うまそう。あ、これたこ焼きじゃない、たこ焼きっぽい。こちらハバネ、ハバネ、あ、生が出た、これマヨネーズ、わさびマヨ、わさびマヨ、わさびマヨ、天つゆおろし、天つゆおろし、いや、いい、俺これいいな、天つゆおろし、やっぱおろししたよね。まあ、これ珍しいよね、天つゆだもんね。鶏天だったらね、わかりますよね、うんうん、マヨポン、ポン酢なんだ、あっさりしてない、うん、あっさりしてる、あっさりなんだ、全部独特の、うん、なんか面白いっすね、チャレンジしてるよね、なんか、全部わさび、たこ焼きもすごい、もう味感じ、たこ焼き、たこ焼きです、あ、でかいの取った、あ、オッケーオッケー、当たりっすね、当たりだ、これ、ほんとだ、たこ焼きっすよ、たこ焼きだよ、たこ焼き、手つけてる、誰かが人柱にならないとね。一個見てみたい、確かにね、一個だけ、はい、うん、辛いかどうかの気持ちですね。辛い。そんな甘い、そんな辛い、あ、辛い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 んだ、辛い、何言ってもリアクションうまいもんね。いや、まあね、じゃあいただきます。これいいですか、一番うまそうな、はい、もう一番乗ってるから、あれ言うほどですよ、本当に。じゃあ加藤さん、加藤さんって普通に一番ちゃんとした感想がいられそうな気がする。おい、うまい、そんなむせ、マジで坂本ちゃん一緒に食べよう、痛い、痛い、
ちょっとせーの食べようかも。あ、そうですね、これね、あのソースもったいないんでちゃんと、あ、確かに、はい、つけてね、はい、あ、すごい、あ、うん、後から辛い、うんうん、あ、辛い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 、これは何度も辛いんだろう、辛いな、けどハマネロだもん、これちゃんと、もう一回、いや、もう全員の見ましたよね、今、辛いな、これ、はい、米食ってるんですか。何食っても同じ顔しか何食っても同じ顔しかしないんだもんな。これ塩だれ、梅だれ、これ塩だれ、これ塩だれ、これチーズ、これチーズ、タルタルソースで、これは辛味噌マヨラー油、絶対タルタル美味しいじゃん、もうどれこれ面白いですね、最初白身魚のフライに乗ってるあれの感じで、最後唐揚げだから辛味噌マヨラー油、俺好き、好き、チーズカレー、チーズカレー、はい、これ変わったよ、梅だれマヨ、梅だれマヨ、油淋鶏とかかな、照り焼きマヨ、バター醤油、バター醤油、バター醤油、トマトソースだ、あれもう半分ぐらい来てますよ、これで、うん、チーズ食べてない、まだ、あ、チーズ、うん、うん、鬼から唐揚げ生一丁、あれ鬼から、なんかそういうの頼んだ、頼んでないです、鬼からなんか向こういけるもんな、これこれ、あ、なるほど、これこれか、鼻で息したらダメ、鬼から鬼からやばいか、ダメだね、ない、ちょっと前これちょっと食べてください、近づけるだけでいいの、本当に美味しかったらいっぱい食べていいですよ、そうですよ、おお、全然ねでしょ、もうなんかもう、え、どういう辛さなんだよ、ハバネロじゃないの、もう、あのね、もう刺激的、だってさっきハバネロだったら全然反応しなかった、うん、はい、ねえ、はい、嘘でしょ、今できる、それ今まだこのこの辺が痛い、本当かな、べったりついてますね、べったりついてる、使ってますね、ただもう噛みたくないですよ唐揚げのこれの周りもなんかすごい熱を持ってる感じすごい近づけると目がすっちゃったから言ったじゃないですか、そうだやばって、やだやだやだ、だから口見えな感じだ、やばいですよ、ほんとやだ、やだじゃないんだよ、これデスですよ、デスだね、これこれデスですよ、やだ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 、もうやだやだやだ痛い、痛いっすよ、ほんとに近づけたけど分かるんですよ、オーラが、おてぐぐる、お腹がすく方法、頭を使う、ある村に、すごくバカな、バカにされてる男がいました、うん、その男は500円玉と千円札、何度どっちかあげるよと言っても500円玉もらっていきます、これ何かやっても500円玉もらっていきます、なぜでしょう、500円玉と千円札、まあ、1万円でもいいですよ、1万円ですね、10万円だったら10万円取るかもしれない、500円玉ってさ、素材なんで、あ、それ関係ない、普通に10円には別に価値がない、価値がない、本当に500円玉とお金として使う、1000円と500円あげるって言って500円を取ってバカにされるわけじゃないですか、はいはい、だから本当かどうか試す人が出てきてまた1000円と500円で500円渡すっていうのをみんながやるから結果500円でやった方が何度もやってくれるから正解、イエー、おめでとうございます、いや、おめでとうございます、ケイこれおめでとうございます、一番頭使いました、いや、まずかったな、照り焼きチーズって一番こってりしてない、どうですか、うまい、うまい、うまいよ、やっぱね、やっぱり使ったらうまくなる、いや、俺これ食ってからさ、もう一度ぐらいできるよ、いろいろソースで ねいろんな料理になるってのはまた面白いですよね、ね、正解、正解、正解、うん、で加藤さんのタロット、はい、タロットコーナー、普段タロットのね活動してるんですよね、今回ワンタロットということで、はい、今一番唐揚げ運気の強い人、唐揚げを食べたら運気が上がる 人、あ、今ね、なんかそんな人がいるんだ、うん、そういう人じゃあぜひいるなら食べたい、絶対食べたいよね、そんなったら食べたいよね、好きなの日で自分の前に置いてください、これ向きとかも重要なんで、せーの、はい、はい、これ、はい、まずね、一番唐揚げ運気が低い人、はい、はいはい、こちらハイジです、あ、もう低いんですか、はい、これザ・タワーアクシデントのカードなので、はい、予期せぬアクシデントが襲うと、今休憩した方がいいんですね、休憩した方がいい、こちら悪いのナイト・オブ・カップスの逆位置、これ正位置だったら愛情の運気が上がるんですけども、こちらがね、はい、愛情を今待ち望んでるって、こちらもまあまあいいんです、はいはいはい、唐揚げ食いたいですよ、唐揚げ食いたいんですけど、はい、ただ見てください、このカップの数めっちゃある、めっちゃある、唐揚げを食べることで
家族も子供も喜ぶと。家庭円満のカードが出たんです。あ、円満になるんだ、はい、これ唐揚げを食べたら家庭円満です。玉一丁、玉一丁おめでとう。家族が喜ぶんだから絶対食べよう。食べないといけないとね。俺が出ちゃったらもうそれ食べた方がいい。明太チーズかな。一応加藤さんも、ちなみに T 引いてた、一応 T 加藤さんも一応引いたらどうなる。一応引いては僕やっておきます、はい、これかな、はい、向きどうします。向きじゃ逆で、はいはいはい、どうでしょう。これどういうことですか。 生もやってるよ。やってません。これはちょうどこの棒6本持ってるから、うん、そうですね、この唐揚げ6本入りの食べ方、唐揚げ棒でしょ。タロットの神様に怒られるからさ。唐揚げ持ってる。どうぞ。唐揚げ6本だろ。6本の棒じゃねえよ。美味しいから。美味しい、ね、チーズバター醤油か。チーズ醤油、醤油だな。本当に限界来てそうなの手伝いますから。やっぱみんな限界来るんですね。もう年ですね。すごい、ございますよ、ね、僕は最後はもうチームプレーで、はい、ね、もうね、うん、そうだね。でもやっぱ美味しいよね。美味しい、うん、美味しいんだよ。これすご結構な枚数いったよね。17かな。17と、おお、17、おお、150個。もうダメですね。だから途中でご飯食べるボケとかできなかったね。やるって言ってたけど無理だったね。で、シンさんなんか言いたいことがあるんですよね。もう来週になりますけど、はい、月曜日26日、渋谷の吉本現代道具のパート2ステージ2、ステージ2でシンジさんやってますよ。え、なんて もう聞いてられないです。僕たちも出ます。みんな出る、みんな出る、そういうことだったらね。そういうことです。